ピンポンパンポーン。この動画には以下の成分が含まれているで、注意してな。いくでー。毎度おおきに、あかねちゃんやで。今日は福岡県福津市ののぞき山アートつや崎というイベントに行こうと思います。つや崎の街にある壁などの穴を覗いて、その先にあるアートを鑑賞する催しだそうです。気軽にアートを楽しむ日常を提供したいという思いから始まりました。うちはアートと無縁だから楽しみやな。つや崎に到着したで、玄界などが見えます。右側の山には日本海海戦の記念碑があります。前に動画で紹介したからざっくり説明します。記念碑は個人の方が建てたそうです。近くに東郷神社があり、連合艦隊司令長官東郷元帥が祀られています。戦艦三笠の主砲もあるで。そろそろ左折です。町おこしセンターつや崎宣言に来ました。この辺りは酒や塩作り、海上交通で明治時代まで栄えたそうです。飽きんどの町だったので商家の建物が残っています。町おこしセンターに入ると甲冑散歩のポスターがあったで、マスターは自前の甲冑を持ってるからお散歩できるね。ふっ、草生えますね。町おこしセンターで地図を購入して覗き穴を探します。小五郎里のキリタンでも見つけられそうやな。地図はわかりやすいので簡単に見つけられそうだな。お店の中にも覗き穴があるらしいが、休みだったりしたので見れませんでした。野外の展示されているものを見ていこうと思う。イベントが終了してから動画を投稿しています。それと会場以外で覗くと逮捕されちゃうぞ。土地勘がなくても、ふれあいセンター周辺にアートがあるので探しやすいと思うて。猫ちゃんやん、もふもふするで。いつものパターンだろ。空色という、レストランのポストみたいなものに覗き穴があるそうです。アムロ、行きます。セイラさんが着替えてないかな？クリーチャーが見えるな。多分牛だろう。アートのタイトルは半数というらしい。アーティストが作品を作り、作家さんが作品からインスピレーションを受けて物語を考え、短編小説を書いています。地図を購入した時に冊子がついており、それに書かれていたよ。小説は長いので紹介できないが、牛は関係なくて、人間のドラマが書かれていました。多分、半数からインスピレーションを受けた内容と思う。一つのアートに、複数の作家さんが考えた物語が複数書かれていました。不審者がいるな。通報しよう。マスターやからやめような。セーブ中やで。次はお寺に来たで。この石垣のどこかに、穴のアートがあるそうやから、絨毯爆撃作戦で探すよ。しらみつぶしに探すのか。ぼっちで暇なマスターじゃないと耐えられないな。みっけ。あかねちゃんは天才やから一発で見つけたで。タイトルは鉱脈です。これもアーティストさんが作り、作家さんの物語がありました。覗いていた時に JK に見られた気がするが、きっと気のせいだろう。長女じゃなかったら耐えられなかったと思う。キリタンは三女やろ。今度は、近くのベンチにアートがあるようだ。木造の建物は味があっていいよね。覗いてるときは、童心に帰ったようでワクワクする。タイトルは囚われ、網みたいなものに絵が描かれている。穴探しでつや崎を散策したけど、商家らしき木造の建物や蔵などが結構残っており面白かったで。通りの先にあるカフェにアートがあるそうやで。LED ライトをつけてアートを見る感じやな。タイトルは、宝物、貝殻と思われるものがあったで。なーう。旧皇の邸に来たよ。
角を曲がったところに塀があり、穴を発見した。タイトルは迷い込む。この邸宅の家族だろうか。人物と風景の写真があった。変態さんですね。逮捕しちゃうぞ。薬局跡にやってきたで、漢方薬とか扱っていたのかな。タイトルは、記憶の中の白い部屋、すり鉢と薬局と思われる絵が飾ってありました。何してはるんですか？逮捕しちゃうぞ。街の中を散策していたら、酒屋さんを見つけた。過ぎたままあったぞ。お酒が美味しくなる、願掛け的な意味だった気がする。建物の裏に煙突があった。お酒作りで使うのかな。酒屋さんの隣に、明治時代に建てられた、住居があった。国の有形文化財らしい。アート探しに戻るで、旧ミシン倉庫に来ました。タイトルは、階段、レトロな看板と電球があったで。後半のアートを見ていくと、私は美術に明るくないので、何を表現しているのかわからなくなってきたな。米の倉庫に来たぞ。タイトルは、読み方が合っているのかわからないが、ついのからだそうだ。ふむ、なるほど、アートって難しいな。今度は、神社にアートがあるようやな。この小屋の中にアートがあります。タイトルは、方向、ウサギと団子があったで、月見かな？アウラ、覗いてるやつを処分しろ。あと、天之助も処分してくれ。最後は、旅館跡に来た。木造で、いい感じだな。こういうところに泊まってみたいものだ。旅館には2つアートがあり、タイトルがどっちかわからないが、多分、秋風の歌と思う。アートプロジェクトのアンケートがあった。旅館の周囲を見ていこうと思う。あと一つアートがあるので、探してみることにした。旅館跡は、何かの工場になっている、シャドウガーデンのアジトかな。かまどを見つけた、これなのか？オープンセサミ、タイトルは、波かける。こういうからくりは好きだ。個人的に、この作品が気に入ったぞ。いかがだったでしょうか。アートを穴から覗いて気軽に楽しむことができました。今年で覗き穴アートは3年目になります。興味のある方は来年行ってみるといいで。
最後までご視聴ありがとうございました。ダンケダンケ。